ジークフリート・ビルヘルム・デーンは、ドイツの音楽理論家、音楽学者。大法の教師として、名を残し、ザムエル・デーンという別名でも知られる。ハンブルクのアルトナ地区に、銀行家の息子として生まれ、少年時代にチェロを学ぶ。外交官になるつもりで、ライプツヒで法学を学ぶが、ドレープスに、音楽の指導を受けた。ベルリン駐在のスウェーデン大使館に勤めながら、 ベルンハルトクラインに支持して、音楽学への関心を深めた。1830年に、家業の銀行が破綻したために貧窮し、音楽で自活することを決意する。やがて音楽理論家や音楽教師として一目置かれる、存在となったジークフリートデーンの肖像、ジャコモ・マイア・ベアの推挙によって1842年に、プロイセン王立図書館音楽部門の学芸員に採用される。 デーンは所蔵品を順番に整理したり、プロイセン全土の図書館から熱心に取り寄せたりして、その分類に献身した。中でもデーンが拡充した収集品は、アントン・シントラーやゲオルク・ペルヒャウに関するもので、とりわけ校舎のものは、ヨハン・ゼバスティアン・バッハや、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハの実質譜のコレクションで、名高い。年から年まで、し、 セツイリアの編集者を務める。1849年からプロイセン王立芸術アカデミーの教授に就任し、同年にグリーペンケルルが他界するとピーアズ出版社のためにバッハの企画局の肯定に協力した。とりわけ、ブランデンブルク競争局の初版の出版責任者となった。また、オルランデスラススのモテットの大半を肯定している。八百五十年には、 イグナツモシレスや、ルイシュッポー・アラと共同で、バッハ協会の設立に加わった。デーンは、音楽学者や編集者として、名を馳せただけでなく、大砲や、作曲法の引く手あまたの教師として、グリンカやルビンシュタイン兄弟を含む以下のような、人材を世に送り出した。ありがとうございます。